財源をどこまで示せるかが焦点となります。政府はこの後開かれる子ども未来戦略会議で、今後3年間にわたり年間およそ3兆5000億円の予算を組み、少子化対策を行う戦略の素案を示します。素案では児童手当について所得制限を撤廃した上で、支給期間を高校卒業まで延長することなどを示す方針です。財源については社会保障費の見直しなど歳出削減を行うことや、企業と個人が負担する新しい支援金制度を作ることなどの大枠を示しますが、具体的な金額などの詳細は先送りになる見通しです。